出前の鈴木です。6回目かな。ちょっとこれこんな感じか。じゃあ行きます。まあユニット出たらいいんだけどさ、ユニット、ユニットお願いします。またこいつか。ああ、オラクルかよ。最低の状態。まあどうしようどうしよう。なんかね、ユニットはね、新ユニットっていうのは、新しいユニットは欲しい。いろいろするのかな。もう一回やってみます。ちょっとね、また虹色。新ユニット出たらいいんだけどさ。また古いユニットか。困ります。またアニマ、まあ、2回目のアニマのディルマだけども、マックスしてしまいましたから、まあ、こいつはちょっとね、いらない。何回目だっけ。7回か。で、これは8回目の。新ユニットお願いします。お願い。このジジイが SPB ができたんだい。だからこいつはね、使えない。ダメです。ガーディアン、まあ今のタイプでもは、こいつですね。あの、ちょっと、使えないから。いや、ゴミばっかりや。どうしよう、これ。次行きますか。なんかね、400万、ユーサー突破記念とかさ、なんとかね、このシリーズの率アップぐらいはやってくださいよ。じゃあ行きますか。次、まあ目をどうしてやるか。ほら、困ります。やっぱり、ああどうしよう。まあね、新ユニットぐらいは出してくれよ。新ユニットお願いします。なんだっけ、どうしよう。こんな感じで新ユニットお願いします。エクスウェルか。まあこれやい。まあ前のはブレイカーだから、アニマかガーディアンの方が欲しいです。で、何のタイプでしょう。アニマの方がいい。ロードか、ちょっとね、微妙なタイプですね。
ああ、ボレイカーよりは多分こいつの方がいいかもしれないが、ちょっと入っておきます。まああれはもう10回やってた。まだまだ新しいユニットは出てこない。ちょっと寝込まりますよね、こうなったら。はい、見ていただいてありがとうございました。まだ登録していない方はどうぞぜひ登録してください。またブレイブフロンティアの動画を見たいならこちらのイメージをクリックしてください。登録はどうぞこちらに。はい、ありがとうございました。